愛さん笑顔エノハガールズです。よろしくお願いいたします。さあ本日は迫力のある太鼓から公演が始まりまして、ね、しましたね。たくさんの方もね来られてて、もうブースもたくさんいっぱいあって、もう素敵なイベントです。ランキングがたくさんある。そうなんでしょう、めっちゃかっこいいよね。そうなんです、あの実は私たち農業アイドルでね。そうなんです、もうね農機具のことをね語り出しては止まれませんからね。農機具を見た瞬間もうドキドキとワクワクが止まらない、いやもうもう話止まらんなるけん黙ろうか。朝からウキウキしてたんですよ。話止まらんなるけん黙ろうか。わかりました。ねまあね、こんな感じでもうずっとムズムズ胸がねで胸がねうずうずしてるんですけれども、改めましてこの第41回新居浜農業祭りご開催本当におめでとうございます。41回目ですよ。そうね、すごく歴史がありますよね。しかも今年はね、私たち結構新居浜市にお邪魔させていただくことが多くありましたね。そうですね、今年開催された笑顔つなぐ愛媛国体の方でも新居浜国体応援大使としてね、はい、皆様と応援もさせていただいたんですよね。身近に触れ合えて温かさとか優しさを感じることが多かった2017年かなっていうのもすごい感じてます。でね、今日は私たちこのね新居浜農業祭り初めてなので、はい、今日新居浜市民の皆様と一緒に楽しみたいと思いますので、皆様今日は一日最後まで楽しみましょうね。一緒によろしくお願いします。さあそれでは早速なんですけれども、私たちの自己紹介をさせてください、はい、じゃあまずは、はい、八幡浜のみかん満点からティリース八幡浜のみかん娘橋川美希です。よろしくお願いします。はーい、アボカド出しまーす。お餅をさします。パカパカツルンパカパカツルン醤油でパク。16歳大本穂中です。よろしくお願いします。新居浜市が出身のピーマン大好き RIOR は大文字リオです。よろしくお願いいたします。大好きフルーツ大大大好き今まで出身の小野美香です。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、そして本日はですね、私たち、はい、エノハガールズは別のユニット、はい、タレントチームのメンバーも来ています。それではタレントチームのナッチュー、はい、おー元気だ、元気だね、元気です。はい、私たちは農業をするための環境を守るお手伝いをしたいなと思いながら活動をしています。ナッチュです。大好き松浦愛です。よろしくお願いいたします。イエーイ。危ない危ない、愛ちゃん忘れた。何危ない危ない、いつも忘れる。忘れられる前に出るから大丈夫です。美味しいものにより近くに行きそうだね。そうですね、はい、ということで今日はこのメンバーで農業祭り盛り上げていきたいと思います、はい、お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは早速ですが、続いてのナンバーをお届けします。はい、この曲のようにあなたへ思い届けれるといいな。キミキミキリ。
年ということで、そうです、めでたい年じゃないですか。そうなんですよ。しかもね、新たな取り組みっていうのもねされてるんですよね。あの新しいロゴマーク、皆さんね見たこと絶対あると思います。そうです、ハローニューですか。ハローニューニーハマっていうロゴマークで、普通の店のやつなんですけど、街をね作るブランド、街のブランドを作る活動をね行ったりとかね、すごい新しいことたくさんしてますよね。でもでもでもそれだけじゃないですよ。今新居浜市ではですね、現場で働くかっこいい男子、その名も現場男子を募集中です。新居浜市でね、ぜひ働きたいというね賛成の方を皆さんにねお誘いするっていうね活動も行ってたり、本当に素晴らしいことをするんですよね。そんなね新居浜市、この樹齢80周年のね、はい、テーマっていうのが紡ぐ、つなぐ、未来へ、人へということで、新しい新居浜市を作っていくために、いろんな世代の方が一つにつながっていいね、新居浜市をこれからずっとずっと盛り上げていけるようにということでね、私たちも魅力ながらではありますが、はい、もっともっと新居浜市のことを応援していきたいと思ってます。応援していこう。さあ、そしてね、この新居浜市ね、もっともっと盛り上げていくために、はい、続いてのナンバーをお届けしたいと思います。はい、リアの地元新居浜がもっと盛り上がるために、私たちがモンスターになって暴れ出します。それでは聞いてください。オレンジモンスター
お届けします。
結果です。終了した、終了してたそうなんでね、あの券を持ってる方は12時こちらのステージの方へお越しください。お待ちしております。みんなの心におるけんね。